この東北でのイベント、実は岩手県立高田高校の生徒たちからの発案がきっかけとなり始まったのです。いつまでも自分たちが弱い立場であるっていうのはもういいんじゃないか、みんなで一つになれるイベントとかをきっかけにして私たちから世界に元気を発信していけたらいいなってすごく思っています。そんな中、このトルヒーツアーのことを知った生徒たちからあるアイデアが寄せられました。高田をもっと元気にして自分たちで作っていけるようなプロジェクトにしたいと思います。頑張りたいと思っています。プロジェクトを絶対に成功させたいということです。今回のトロフィーツアーのテーマはみんながつながる大会。世界中とつながることができるこの機会に、自分たちでもっと東北を元気にしたい、そして世界の皆さんに東北の今、東北の元気と復興支援の感謝を伝えたい、高田高校の生徒たちのそんな熱い思いが今回のイベントを実現に結びつけたのです。自分たちのエネルギーを、そしてこの町のエネルギーを、このプロジェクトをすることによってみんなに協力してもらって、高めて広めて日本に世界に発信していきましょう。そして企画が決まった後も出演交渉、広報活動など何ヶ月にもわたり準備をしてきた高校生たち。もう今は支援されてるばかりではなく、被災地で頑張っている姿を発信して感謝とかを伝えていきたいなと思ったからです。この高校生たちが何かをやらかします。